オンリーワンチャンネル。はい、それでは改めてね、後半に入っていきたいかと思いますが、もうズバリですね、はい、高さんが今一番お伝えしたいことって何ですか？はい、やっぱりその自分を諦めないと、うん、やっぱこう人生が前向きになるというか変われるよってこと。なるほどね。まあ、それこそさっき の前半の最後じゃないかな、 Believe in myself か。そうですね。っていうことですよね。その自分を信じて前に進みましょうっていうことなんですね。そうです、うん、それは何かこう、その場を今伝えなきゃって思ったきっかけみたいなって何かあるんですか？なんかやっぱりそのハイドさんの時にも、まだ見ない自分に会いに行こうっていう詩が僕すごく好きで、僕ももともとはそういうなんか闇にいた人だけど、なんか自分を信じてこれまで来たら、こうユウさんと対談できるようになったりとか、そのテレビに出れるようになったとか、で僕にもまだまだこう夢とか目標があって、なんかそれが叶うか叶わないかなんて僕にも分かんないけど、でもそれを信じてなんか前に進んでいくと、なんかちょっとずつかなっていうような感じです。なるほどね。ちなみにこれってちょっと酷な質問かもしれないけど、そのご自分が言われてたその闇って言われてたその時期って、それでもこう毎日をこう一生懸命生きてきたわけじゃないですか。それって何を逆に考えたんですか、その時って？僕はその時は、なんか悔しいしかなかったんですね。なんか誰にも分かってもらえなかったし、なんかどう伝えたらいいかも分かんないし、どういう風にやったらうまくいくかっていうのも分かんなかったから、ただこう悔しい、もう辛い、死にたい、でも死ぬのもなんか悔しい、なんか嫌だ、だからそのままこうずっと、なんかいつかいつかみたいな、そんな感じですよね。これっていわゆるその、思春期って言われている、こう、さっきのね、ハイドさんの話にもこうちょっとつながっていくんだろうけど、何かを好きっていう感覚ってあったんですか？でもやっぱり昔からその好きとか嫌いっていうのはすごく敏感だなって思ってて、なんかこれ好きってなったらやっぱ好きなものばっかし集めちゃうし、好きな空間にいると自分がすごくリラックスできるし、逆にじゃあ嫌いな空間、苦手な空間に行くとすごくこう凝り固まってしまうし。オンリーワンチャンネル。これって、子育てがうんとかね、そういった話まで行っちゃうともしかしたら大きな話かもしれないけど、結構これダメあれダメみたいなことを言ってしまう、その親御さんとか多いじゃないですか。もちろん危ないかなとかね、そういったのがあるのかもしれないけど、もしもですけどそこを自由にやらせたら、どんな人生になるんだろうね、その人たちっていうか、その子供たちっていうか。なんか僕がこの人に会いたいっていう人がいるんですけど、子供自体に本当に危ないかもしれないけど、でやっぱ世間の常識とはもう180度違うからあれだけど、でもすっごい伸び伸びしてて、その人の子供の話だと小中行ってないんだけど、なんか高校生でバスケット好きになって、なんか家族はハワイにいたんだけど、その人だけなんか日本の有名なバスケットの高校に入って、でもその不登校やし、今までその学校とか行ってないから、なかなか相手にされなかったけど、本当に認められたいとか頑張りたいっていう思いでレギュラーになってっていう話もあるから。要はその突き詰めるって言い方が合ってるかどうかわかんないけど、要はそれって多分伝染するってことですよね。自分がそれが好きなんだっていうのも伝染するし、親のその心配とか不安を外すと子供は別世界に行っちゃうよ、っていう話。そうか。ってことはやっぱりさっきの個性って話に戻るんでしょうけど、なんかそこを
ちゃんと見つけてあげる作業を皆さんしてますかっていうところが僕は伝えたくなっちゃうところだけど、どうなんですかそこへ点って、まあ、そこもそうだし、うん、なんか心配は心配だと思うんだけど、うん、なんかその心配を手放しませんかってこと、うん、手放すと子供は伸び伸びよってこと、うんうんうん、いやもうこれね、まあ、ジェネレーションギャップってあんま言いたくないけど、僕ら世代になると、うん、もう散々怪我しろぐらいの感覚だったんですよ、うんうん、まあ、言われてたしね、うんうん、でも要はちゃんとした大人がたくさんいて、うん、結構叱られた派なんですね、うんうん、そうでもその叱られ方にも愛情があったなって今思うんです、うんうん、今の僕らはね、うん、でも今の人たちって叱り方さえ分かんないのかなって思っちゃうところがあるんですよ、うんうん、そこら辺ってどうですか、実際相談とか受けてて、まあ、確かにそういうところがあって、うん、なんか、まあ、本当に言い方がすごい悪いけど、なんか昔の人たちって、うん、その大人が子供をちゃんと叱ってくれるから、うん、子供もなんか大人を信頼できる、はい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 、でも今のその大人と子供の関係って、うん、大人がなんか子供を私物化してるみたいな、なんか、ね、俺親なんだから言うこと聞けよとか、はい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 、俺大人なんだからお前言うこと聞けよみたいにやるから、子供たちは当然言うこと聞かないとか、うん、なんか変な方向に行っちゃったりとか、なるほどね、そこのちょっとしたなんだろうな、ボタンの掛け違いみたいなところなんでしょうね、うんうんうん、多分ね、そうですね、ボタンの掛け違いというか、そういうことなんだな。いやだってさっきの話にちょっと戻ると、ここに来る時にね、うん、僕はタカさんの方からもう僕もすごく印象的だったなと思うのが、その部屋番号がまあ書いてあって、うん、なかなかの迷路なわけですよ、うんうん、ここに来るまでに、ね、でもその時に僕が思ったのは、なんていうのかな、会いたいからここに自分が足が向くんですよね、うんうん、っていう感覚なんです、うんうん、でもしも例えばそれが例えばだけど面倒くさいなって思ってたらば、どうやって行ったらいいんですかって、うん、今聞こうと思えば聞けちゃうじゃない。そうですね。でもそれを聞くことっていいことなのかなって僕は思ったんですよ。そうじゃなくて、なんならこう何ていうのかな、大丈夫ですかって心配してくれてるわけじゃない、うん、あのタイミングって、うん、でこうなかなか、まあ、実は時間通りに来れてなかったっていうのがあったから、うん、なんかどうなんだろう、不安みたいな感覚でした。いや来るんだろうなっていうか、いやよかった。でそれは要は信頼関係なんだと思うんですよ。 そこが例えばちょっとしたズレが出ちゃうと、うんうんうん、なんだよ時間通り来なくてさとか、うんうん、こう何ていうのかな、何か例えば聞いてくれればいいのにみたいな、うんうん、っていうマインドが先に入っちゃうと、うん、会った瞬間に笑顔になれないじゃないですか、うん、あ、そうですね。そうでも迎えてくれた時にすごい満面の笑顔だったじゃないですか、うん、これが多分高さの魅力なんだなって僕は思ったんですよね、うん、なんか僕が多分なんか本当に大人としてダメなんだけど、いやいや、なんか時間通りに来てないから、うん、だから遅刻したことをもうまし分かった。そういうことなんだ。そうそうそう、あ、なるほど。いや、あのね、いわゆるそのタカワールドっていうのかな、うん、っていうところにこう皆さん多分そこが魅力だね、うん、タカさんの中の、うん、いや、まあ、ちょっとねこのチャンネルオンリーワンって名前なので、うん、まずご自分の中のオンリーワンって何だと思います、うん、僕のオンリーワンは自分ですかね、うん、あ、素敵。いや僕ね、うん、これいや、やばい、なんか涙っていうでも本当にそういう風に言える人って本当かっこいいなって思ってるんです、うん、いやだからいいじゃない、自分らしくいけばっていう話ですよね、うん、そうですそうです。いや、その自分ですっていうの言い切れた今の自分の気持ちってどんな感じですか。いや自分かっこいい。いやでもね、いやそうだと思うんですよ。そうだからそれがこうなかなかね言わせてもらえない環境下にいるんだけど、うんうん、でも実は自分で自分のことかっこいいと思えてる子たちって、うん、たくさんいるんじゃないかね、世の中に。あ、いるし、うん、いるけどそれをなんかこう表に出せない、はいはい、自分かっこいいって思ってるけど、うん、それを誰かに言えないっていうのがすごくしんどいなって僕思ってて、はいはい、何こいつバカなこと言ってんの、うん、って思われても、うん、なんかそれを言えることによってまた自分も好きになるし、うん、もしかしたらこの場が明るくなるかもしれないし、うん、ね、なんか
絶対ないな。いや、わかるわかる。だからいいじゃないですか、俺かっこいいよって自分で例えば言えて、うん、何何っていうふうに今度例えば乗ってくれる周りがいたならば、うん、さらに伸びていくってことですね。そうですそうですそうです。そんな社会にしなきゃいけないね。そうですね。いや、これからそんな社会にしたいです、ね、いや本当にそう思うな。オンリーワンチャンネル。まあでそれも踏まえてというかひっくるめてというか、今後はどんな風なこう展望とかをお持ちなんですか。僕は来年2022年には、うん、まあ、本を出して、うん、まあそのなんていうのかな、まあ、ちょっとマーケティング的なことを言うと、うん、先生っていう地位をちゃんと獲得して、はい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 、やっぱりその若い子たちに、うんうん、こう若い子たちが元気になる、はい、ね、うん、あの女の人がもっと元気になる、うん、日本を作っていきたいなと思って、素敵、そういうサポートしていきたいなと。いやすごい。いや僕ね、あの今話伺っててふってやっぱ降りてくる言葉って、うん、あ、予祝者なんだな。その予祝ってその先に祝い、うん、まあ、祝うっていう話なんですけど、うん、それをやってしまったら、うん、高さんに言えちゃったならば、うん、叶っちゃう気がする、みんな。あ、だからそのなんかこうなんていうのかな、もうどん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 自分の夢とか、うん、まあ、夢っていう言い方もなんかこうちょっと軽く感じちゃうぐらいなんだけど、うん、自分がこうなるんだっていうふうに言ってしまえるって感じなんだよね、うん、あ、そうそうそう、うん、でも言わないと、言うことに自分の口から出すことによって、うんうんうん、その口に出した言葉を自分で耳で聞き、うんうんうん、再確認できる、で行動できる、はいはい、でも多くの人はいや、そんなことおがましいよとか、うんうんうん、いや、叶わなかったらどうすんのとか、うん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 、っていう風になっちゃう。なるほどね。いや、あのね、本当にそうだと思う。叶わないことはないんですよ、うん、そこをずっと続けてればね、そう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 、思い続けてればね、うん、っていうことが一番伝えたいことでしょう。そうですそうですそうです、うん、やっぱり予祝だ、もう言ってしまおう、そう、もうタカさんに言ってしまえば、そう、別にタカさんがどうのこうのってことじゃないんですよね、うん、こう何かね、例えば手を差し伸べるんってことじゃなくて、うん、じゃなくてそこにこう受け、なんていうの、止めてあげられる大きなハートがあるみたいな感覚を僕は捉えました、うんうん、そう取ってくれるとすごく嬉しいです。いやいやいや、本当にそういうふうに思ってるんで、まあだから広いんだね。うん、こう心がもうね、なんかこう上手い表現の方法がないんだけど、うん、こうまとめてしまうこと自体が、うん、もうナンセンスだなって思ってるぐらい、うん、すごい可能性があるなって今思ってます。あ、そうだ、ありがとうございます。いやいや、本当にすごいなって思ってます。うん、いや本当に、あのまだまだ実は伝えたいことって、うん、まあ。本当にまあごく一部なんですよ、今の話ってね。まあ、さっきも言いましたけど、YouTube のね、あの要は生い立ちみたいなのをそこに載せておくんで、それを見ていただいて、でこの動画を見ていただくと、さらに高さんの魅力が僕は伝わるんじゃないかなって思ってますので、あのこの両チャンネルにね、あのぜひあのチャンネル登録、そして高評価ボタン、それコメントね、入れていただけると嬉しいなというふうに持ってますので、ぜひぜひやってください、はい、じゃあ最後になんですけど、はい、あのぜひこの見てくださっている皆様に一言メッセージいただいてもいいですか、はい、ぜひよろしくお願いしますいや、シンプルでもね、あの本当にこうもう一つ僕がお願いしたいなっていうふうにやっぱ思ってるところは、はい、なんだろう、今悩んでるっていうか、今ちょっと心にこう引っかかりを持ってる子たちに、うん、何をすれば、うん、その彼らがね、うん、もしかしたらこう一つこう扉を開けるじゃないけど、殻を破れるじゃないけど、うん、っていうことをなんかアドバイスしようってなると、なんて言ってあげられます。相談してもいいかなっていう人に相談してみるという。あ、うん、要は自分の胸の内をこうさらけ出してみるみたいな、ね、そう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 、うん、あ、この人だったらいいかなみたいな人に相談してみるといいのかな。いいですね。そのこの人でもいいかなって思えるっていう人に、うん、間違いなく出会えてますよね、皆さんね。多分出会えてます、うんうん、だからあとはその人を信じれるかどうかってことでしょ。そうですね。そしたら、あ、分かったよ、じゃあそのために一回タカさんで練習すればいいんだ。そうですね、うん、そういうふうにすれば、こうなんかもう一回同じことをじゃあ自分の大事な人に伝えてみようよって言ってあげれればいいってことですね。そうです。僕がじゃあそう言えばいいってことですもんね。わあ、
すごい、まあ、僕いろいろちょっと悩み事があるんですけど、はい、この後聞いてもらっていいですか？はい、全然大丈夫です。いやでも そのぐらいこう、はい、なんか言いたくなっちゃうっていう、うんうん、まあ、いわゆる包容力みたいな、うんうん、すごい魅力のある人、はい、でございました、はい、いや本当に今日は出会いに感謝です、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当にオンリーワンのカウンセラーですね、タカさんでございました、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。